じゃあ皆さん頑張って要請していきますので、はい、はい、いうふうなことで、それも、まあ大臣に伝えますというようなことでした。他の参加者から補足があればお願いします。以上です。やはりこの高校無償化の問題を私たちの、高校無償化の問題をもう一度差別なく考えてほしいということで、強くお願いしました。で、こうして皆さんも見ての通り、高校生のこの学生が学ばなくてはいけないこの時間に、やはりここの席で皆さんと一緒にしていること自体がおかしな空間だと私は思ってます。で、やはりこういうことが現時点だけでもなく過去にもおいてと、ここをやはり付箋として押さえておかないと、将来にもあり得ることの一つとして、やはり高校無償化のこの問題は必ず解決しなくちゃいけない問題だということで、強くお願いした次第です。いろはの葉で拾っていこうという視点だと言ったんですけど、朝鮮学校は拾うものなのかと、すごく感情的にですね、またまたこういうね、上から目線の考え方で、役所は考えているのかと思いました。以上です。私たちの声を文科省の大臣に届けるのにですね、代表団とこのそこで院内で、残って待っているという構図そのものが不当だと思うんですね。民主党政権になって本当に民意を反映する政権だというならばですね、こういう分断そのものがもはや許されないことであって、是正すべきだというのが強く思いました。やはり責任者を引きずり出してですね、話し合うというのは僕はやっぱり実力でやらなきゃいけないとつくづく思いました。